ところない。そうね。まあ、ないと思うけど。音響チェック。ベッドの方もあるね。おすごい明るい。明るすぎますね。いや、大丈夫これくらい。あどうですかね。ちょっと何と思います。ちょっともう少し。マスクマンのカメラもある。はい。何番？すげえ。一番も。お疲れ様です。ミキサーは1,2,3,4,5ですか？1,2,3,4,5。ミキサー MC と1,2,3,4です。1,2,3,4。はい。はい、なんか CD、あ、俺大きな人何曲目が分からんからやめとこうかな。うん、いや、まあ、どうせ多分イヤファンの曲は何？一番のポジポジってやつ？あ。今から言うか。あ、今から雨が。ポジポジいいですよね。ポジポジだよですか？ん？ポジポジ？あの、ゲブさんとかと、あ、ジジさん。ジジさんとかやってるポジポジさん。違う。あ、分からないです。すみません。すみません。ジャパンタのなんていう曲やな。ん？シー&系のジャパンパンって曲。ジャパンパンって曲名なんだね。シー&系のね。はい、分かりました。一番下。はい、はい。じゃあ、あと40秒。MC と1,2,3,4ですよね。MC と1,2,3,4。はい、はい。看護大の Zoom の講義にちょっと参加させていただいて、ピアサポート活動についてね、少しお話をさせてもらったんですけども、うん、まあ、相変わらずな感じで、いろいろとちっちゃかめっちゃか打ち合わせなしの雰囲気で、本当に、本当に、2名なみたいなね。全部で86名か参加してね、すごくワイワイガヤガヤな感じだったんですけど、でもやっぱりなんかあれですね、コメントをこう、直接生きてもらわないと、なんかね、話してるのが一方的で、ちょっとね、学生さんたくさんいたんだけど、っていうのがありますね。マスクマンのトークみたいでしたね。はい。まあ、うん、いい感じで。やっぱり一方的。はい。ということで、今日はもう、ものすごい快晴です。どうでしょう、これ。はい、すげえ晴れ。中継をご覧の皆さん、ちょっとマスクマン、ちょっとカメラ少し変えることもできる？青いに。どうでしょう、なんだこれ。はい、あ、青い海、青い海、青い海、青い顔みたいな、3番以外は使えないみたいですね。 あ、そうなのね。こんな状態の精神状態というこんな感じで、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、僕、山城さんとスタジオレーション実は初めてなんです。あ、そうなんですね。夢のコラボ、はい、山城さん何回目だっけ？3回目ですね。おお、すげえ、3度目の勝利。はい、じゃあもう慣れ慣れですね。
そんなことないです。よろしくお願いします。ということで、番組の方にご参加の希望の方々はツイキャスも含めて、はい、Eメールでもご案内しています。松見さん、メールアドレスの方よろしくです。はい、797@fmginowan.com、はい、797@fmginowan.com でメッセージよろしくお願いします。はいはいはい、はい、ということで、今日はいろいろと事前に打ち合わせを、はい、近くの通信にしてないんだけど、ほぼしてないんだけど、テーマだけを、テーマ、テーマですね。じゃあ、昨日チコポンさんに電話したんですね、うん、明日夏美さんが誕生日だから、しばらくそうなの、明日というか最近17日が誕生日だから、うん、その、まあ、来週にもお祝いするんですけど、その前に僕が世話になったから、最近ちょっと愚痴を聞いてもらったりとかしたから、まあ、カホンさんにも愚痴を聞いてもらってありがたいですけど、でそれで僕はお祝いをしたいと、うん、それで帰りに霊火を封印しに行きましょうみたいな話をして、カレーをね、カレーをね、カレーシュービームって感じで、送りに行こうっていう話で、私の王道にいようみたいな感じでね、何言ってるか分かんなくなったそれと言いなさい、もちろん私のおごりよみたいなね、使うと思うのね、ありがとうね、今日給料日だったんでお金いっぱいあるの、わお、ということで、おごられたい方はぜひハピヤまで声をかけてください。おい、一丁目三の五です。はい、おい、で、まあその話をしてて、その流れで使うポンさんが最近読書づいてらして、うん、何か本が今感動してると、うん、本が今素晴らしいと、うん、本が今来てると、時代は今本だと言ってて、むしろ本しか来てないと言ってないですけどね、実はそうで、本の紹介をしたいということで、じゃあみんなで自分の好きな本を持ってきて話そうかと思ったんですね。で、その話を今しようとしてて、でまずはスカポンさんからご自分のご紹介の本、座右の一冊、自分は、入院してる時に実はこの本と出会いました。松下幸之助さんの道を開く、うん、でこちら日本で2番目に売れてる書籍らしくて、一番目なんですか、一番目はちょっと分かんないですけど、気になるなんか分かんないですけど、ちょっと、もうこの本がめちゃくちゃ良くて、なんか自分が落ち込んだ時とか、人間関係で悩んだ時、あと仕事とかで悩んだ時に、なんかもう、まあ、いろんな自己啓発とか出てますけど、自分はもうこの一冊で、人生の死ぬまでこの一冊でいいやって思うぐらい好きな、うん、ですね。特に何かおすすめなフレーズとかあります？おすすめなフレーズはやっぱり、まあ前ちょっと他のラジオ番組でも紹介したんですけど、うん、心の鏡っていう話があって、うん、で自分が、謙虚な素直な心でいると、うん、まあ、心の鏡、うん、友人だったり、うん、その家族だったり、うん、物だったり、うん、あなたを映す心の鏡になるんだよっていう、うん、だから松下幸之助さんのこの素直な心でいようっていう、うん、そのピュアな心、うん、それがいい話だなって。でも今僕ピュアな心で反応してるけど、うまくいけないよピュアじゃないからじゃない、濁ってるのかな、濁ってはいないね、ピュアな自分の気持ちをストレートに言ってんだけどね、いや自分ってピュアですっていう表現すると怪しいわ。そうだね。まあまあ腹にすみかねてるのを素直にね、表現してる、ね。他人が言うことですからね。そうだね。他人が言うことです。そうだね。うん。実際その、スカポンが言ってるその心の鏡、周りの人たちがそうなるっていうお話だったんだけども、うんうん、実際に心の鏡を感じる方がいらっしゃる。自分はそう、実は、うん、入院してる時に、うん、やっぱりみんな心が美しいんですよ。うん、で、まあ、これも言ってるのか、手紙もらったんですよ、うん、その入院してる、うん、その友達から、うん、その手紙ちょっとフレーズ、うん、一生頭に運びついてるんですけど、読んでいいですか、はいはい、うん、いつもいつも励ましてくれる、強く優しくたくましい、輝きを持った最高の友達だねって言われたんですよ、うん、でもこれ単純にポエムとしていいんですけど、うん、実は縦に読むと伊波司って自分の本名になってるんですよ。
そう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 。あ、なるほどね。そうそうそう。立てずにいつもいつも、そうそうそう。励ましてくれる、強く優しく、たくましい、輝きを持った最高の友達だね。あ、最高の。最高の。これはもう気づいた時も泣きそうになりました。泣きましたね。僕は個人的に励ますとその輝くにちょっと反応してしまったんだけども、吐きしくて輝いて、なんと言えばいいんだろう。なんか重いかな、重いかな、重いかな、眩しいですね。重いですね。うん、でもでもすごい、そういう意味でもその言葉の力ってすごいね。そう、そうなんですよね。いやー、そうか。こんなことを気づかせてくれたその道を開く松下幸之助さん、そうなんですよね、うん、本当にもう塚子にとっての人生のこれは、うん、大事な友達にもプレゼントしたりしてます。あの本当に俺もあってない。大事じゃないことも判明しました。大事じゃないことも判明した。そういう友達です。大事じゃなかったんだね、俺ね。大事だね、君はね、2番目だった。2番目だった。大丈夫、安心して、この道を行くのも2番だから。2号さんだったんだ、これ。愛人だったんだ。めちゃくちゃ、まあまあ。でも、読ましてもあんまり響かないのが良かったから、まあね。ちょっと。だから、心が言わせるからね、本当にね。鏡がね、本当に鏡が割れてるからね。はい、今日はミキサーのマスクのすごく動揺する方とか、この学校ね、あるのを聞きません。ちょっと放送ね、事故もあるかもしれません。皆さん、ね、準備してお待ちください。はい、はい。では、では、続いて。はい。それちゃんとバランスコントロールですよ。距離感もかかってます。あ、そうですか。言わないことは言わないよ。この2番目。はい、ということで。めちゃくちゃ。娘さん、行こうかな。はい。はい。はい。ちょっと今、ツイキャスの画面見てて面白かったんですけど、うん、金浜さん、太陽の光で半分召されかかってるような。映画だったらラストシーン待ってたんだよ。もうなんかふわーって戦いが終わった後でなんかもうあのね戦場の後でふわーってなんかご高画質でしょ、ご高画質でしょ、あもうそろそろみたいな。まあでも追加のコメントも出てきてますよ。はい、ムクさん、ムクさん、ありがとうございます。手前の2人は、あ、読んでいい？手前の2人は極度の遠近法の効果だな。そうだね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 。そういうことだよ。ベイマックスですよ、ハッピーランの。ありがとうございます。声かけてくださって。2人がここにね、逆にここに僕らの、僕らと山下さんのところに来たら、うん、横並びに見えるのかな。みんなで並んでるみたいな。実はいつもここに座るのは、エアコンがちょっと当たるんですよ。あ、うん、疲れだから。なるほど。だからこっちに座ってます。なるほど。夏美がいつもここに座るのは、いつも出しゃばりだから。なるほど。僕がいつもここに座るのは、ここを差しやすいから。なるほど。はい、私は最後に入ったからです。なるほど。いや、もちろんそんな強くここしか空いてませんでした。なるほど。はい、で、夏美のおすすめの一品、一品。てけてて、ワンワンワン。これ、見えるですか？しじみちゃんファイト一発っていう漫画です。え、片岡義乃さんが書いてる漫画なんですけど、よっ、これ全何巻、全何巻というのは短編集だと思う、これ短編集なんだけど、その中の遊びじゃないんだっていう、お遊びじゃないんだっていう、ね、何書いてるか分かんない内容を教えてください。この漫画がね好きなんだけど、どんな内容、ね、どんな内容、うん、A 組、B 組、C 組、D 組、E 組のテストの追試を受けてる5人の話なんですけど、高校生、うん、高校生だと思う、うん、赤点なのね、みんな、うんうん、そう、それで、もうその、この真面目に追試を受けなきゃいけないんだよ、この5人は、うんうんうん、卒業とかのために、うん、真面目に追試を受けなきゃいけないけど、もうとにかくやることがちょっとバカって言ったらあれだけど、アホって言ったらあれだけど、ふざけるわけ、とにかく追試をやらなきゃいけない状況でめっちゃふざけるわけ、うん、先生が見てないのはいいことに、うん、そのふざけ方が私のツボと合ってて面白いんです。なるほど、うん、以上でけてて、あとで見せてください。はい、はい、次は金浜さん、あれ、え、いや、いいよ、金山さんは最後がいいと思うな。あ、そうなの、うん、なんか、あ、そう、うん、ご交差してる、ご交差してる、じゃあ、まあ、マスクマンに動くから
うん、僕が勧めるのは2冊ありまして、僕の神様、こうか。コニー・ウィルソンさん、見えないな。コニー・ウィルソン。あっちや。あっちか。そっちや、うん。コニー・ウィルソンさんの超越意識の探求と、鶴見渡さんの脱資本主義宣言っていう本ですね。どちらも根源的な欲求について書いてあって、とても素晴らしいですね。まあ、思考体験、超越意識の探求は、思考体験の仕方みたいな感じ。曇りガラス越しに世界を見てるわけですよ、我々は。うん、で、曇りガラス越しの外の世界は非常に美しいわけなんですよ。でも、曇りガラス越しに見てるから、世界がきれいに見えないわけですね。で、その曇りガラスをきれいにする、もしくは取っ払うと、本当に世界が美しくなるよ、みたいな感じ。簡単に言うとそんな感じですね。それをいろんな哲学とか宗教とかいろいろ混ぜながらこう細かくつけて書いてる本ですね。面白いです。一朝一冊読んでください。でこちらは鶴見渡さんの脱資本主義宣言、まあ、これはグローバリズム、資本主義がどんだけおかしいかっていうことをいろいろ数値をついて書いてるっていう感じですね。これも面白いですね。あの北と東だったかなの搾取いかに成り立っているか、止める国がやその発展途上国から搾取して、ね、その都合の悪いのをみんなそこに押し付けて、止める国の金持ちの人たちが独占しているという話で、まあ、マクドナルドがどうだどうだどうだとかいっぱい書いてあって面白いですね。新自由主義っていうこの金儲けのためには何でもしていいっていう、あの2人の人がいて、2人の人にまんじゅうを、この2人は饅頭を1人で1つの饅頭を2つで分ければ十分食べていけるんだけど、この2人に饅頭を100個売りつけるにはどうしたらいいかって考えるのが資本主義っていう、そういうことを細かく書いてあって面白いですね。読んでください。はいはい。あと今度今日買おうかなと思ってるんですけど、ジャンなんとかジャイトっていう人の、ごめんなさいね、10病原菌鉄っていう本、面白いですね。昨日までの世界という本を読んでて、それが面白くて、で、ひろゆきっていう YouTuber がいますけど、その方が一番の中でおすすめしてて、今日買おうかなと思ってますね。それもなんか社会学的にね、そのね、うん、面白いと思います。マスクマンいっぱい本読むんだね。すごいよね。そうですね、コメントも来ます。あ、ツイキャス来てます。タイゴさん、ヤッホー。お、ヤッホー。タイゴさん、なんか難しそうな本だな。俺の頭では理解できそうにない本だ。Me too。 いや、Me too。 面白い。脱資本主義宣言は読みやすくて面白いですよ。はい、あの本当に。で、ちなみにマスクマンはこの2つの本を読んで、その後どう何か変化したことがあるの？やっぱ僕自身はあのね、転がる石なんで、それで社会活動に参加しようとかそういうものはあんまないんですけど、うん、まあでも視点は変わりますよね、物事に対する眼差しは。でも日々の悩みで、日々のどうでもいい悩みで苦しみますけどね。どうもちっちゃい歩兵なんですよ、私は。実際その過去もね、いろいろとその周りの人たちへ この自分 この気持ちや磨き方で、周りの人たちも変わっていくんだっていうことを、その道を開くから、見方とかでね、見方で変わっていくっていう。で、ちじみちゃんファイト一発を読んで、なつみさんどう、何か。私はとにかくふざけたいと思う。おどんな状況でもふざけ、本気でふざけたらなんか楽しいなと思う。笑いを、笑ってなんぼ、笑われてなんぼみたいな。楽しかった。そういう意味からするとマスクマンとか、それはですね、エレファントカシマシの覚醒っていう曲を聴いていただいたら、僕の気持ちが分かる。覚醒っていう、お前に語ったっていう曲があるんですけど、それを検索して聴いてみていただいたら、それが僕の気持ちですね。なるほど。じゃあ、来週は覚醒を流す。そうだね、じゃあ今日流せばよかったね。はい、ではでは。あ、曲かけます？一旦曲かけてから行きます。あ、そうそう。はい、じゃあ、なんでしたっけ、ジャパンパン。ダメだ。ジャパンパン。
ジャパンパン。ジャパンパン。あの、ジャパンパンの日本全国地元なんて書いてるんですか。なんかすごい元気になる。元気になる曲です。ジャパンパン。ジャパンパン。日本が元気になってほしいなって。なんか EDM だね。そう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 。ジャパンパン、ディスコって振り付けもある。これ別の？別の？シノンド系のめっちゃあれです。新曲っていうか。最近ね。最近のやつだと思う。シノンド系っていう。シノンド系ミカハート歌ってる。シノンド系は日本人。日本人日本人。シノンド系は洋客なんですか？誰？自分？洋客。シノンド系？いや違う。スカポン洋客。洋客。揚げ揚げ系ですよ、今最近は。マスクマンは陽キャ。多分マスクマンは何でかな。あの画面でね。流れてるのね。ああ。安心。まあでもね、ちょうどいいぐらいなくなってですね、猫みたいなことですね。大丈夫ってないからマスク取ってみたら。はい。この時間ぐらいはマスク取って。何を言って。いやいやいや。ああ。スイッチャスではこの画面流れてる。イエス。うん。BGM はいいですね。ちなみに太郎さんはどんな本がおすすめなのかな。ああ。知りたいな。うん、お、来たよ。マスクマン、ストロー必要だって笑い、あごくしゃってなってったよ。あ、バレた。そうですね。今日ストローでやってたんですよ、ね。そう、ストローでやったら道ができちゃったよ、ここ。道ができちゃったんですよ。はい、いいな。なんかマスクマンのマスクのデザインすごいいいと思う。ね、なかなかやるよねこれ。なんかオーパーツとか、なんかムー大陸とかレムリア大陸みたいな、なんかデザインが、いや金山さんも近いんだけど、なんかすごいデザインがいいな。なんかね、なんかいいよね。パワーパワー力強い。なんかいいよね。あれだと思う。遺伝子に呼びかけるデザイン。いや金山さんも根源的な何かがあるんですね。遺伝子で。なんかあるんだよ。なんかいいっすよね。なんかあんだろう。周囲とマッチしてるね、またね。あ、そうなんですね。マスクの周りと。なんかいいよ、本当に。ちなみにこの服は、ね、猫耳つけても良さそうだな。猫耳つけても良さそうだな。何やっても似合いそう。どんなおっさんなんですか。サザエさんみたいな髪型。サザエさんの髪型みたいな。なんかね、何でも似合いそう。なかなかやろう、本当に。オールマイティ。中身がみたい、本当に遺跡発掘で出動したみたいな。朝からつけっぱなしやな。マスクの上でマスクをしてます。なんかコメント来たよ。大吾さんコメント来てます。ありがとうございます。理解力ないから小説読まないんだよね。漫画家週刊プロレスは読むよ。プロレス地獄編って漫画面白いですよね。プロレス地獄でね、力道山のことが書いてるやつもあって、あれ面白いですね。プロレスの漫画、プロレス地獄編ってプロレス漫画。あ、じゃあ太鼓さんいいね。プロレス雑誌に載ってたんじゃないですかね。名前、作者の名前忘れたんですけど、プロレスの漫画ばっかり書いてて、その80年代のプロレスさんの話がいっぱい載ってて面白かったですよ。確か金山さんにも貸しましたよね、力道山の話のやつ。あ、あの漫画そこで売ったやつ。売ったのかよ。面白くないからね、思わず売ってしまったんですけど。自分昔橋本真也に似てるって言われたことあるんです。ごめん、ちょっと終わったのかなと思って、あの、CM しちゃった。ああ。いや、封印したからね、終わったのかなと思って。あ、いいや、今からいいのにな。ああ、なんか落ち着いた。なんかね、これね。ああ。いいね、ムクさん、タイムさん、コメントありがとうございます。ムクさんも好きな本あったら、あの、おすすめ、何か。おすすめ、おすすめ、何か教えてください。本当にいいですね。いいね。かき氷食べたい。癒される。ここに机があって、なんかね、いいね、クーラーの部屋最高だな。こっちも直で当たるから気持ちいいですよ、このポジション。よかったさ。本当に、もう始まる。いきますよ。はい、CM終わりました。終わりました。ということで、じゃあ、続いては、
山城さん来ますか。いや、金浜さんの山城さん、金浜さんの山城さん、どっちですか山城さんですよ、どうぞ。はい、タカさん、カメラ私 の、 あのおすすめの方、おすすめ書籍ですか。はい、あの、実はカッツジアレルギーっていうんですか、本ほとんど読まなくてですね、だけどちょっとやっぱ不安なので、最近あの新聞を読むようにしてます、うん、はい、新聞の一面にですね、あの、その記者のコラムみたいなのがちょっとあるんですね、うん、あの毎日、うん、今後目絶だったかな、なるほどなるほど、新報とかタイムスだとそうなんですけどね、うん、まだあの新聞会社って違うんですけど、細長いやつね、そうですね、あの横に細長くてですね、うん、そのコラムを読むようにして、うん、2つの件に関してその記者が意見を述べてるわけですね、うん、それしながらもその客観的な事実を持ってきながら、うん、こんなことがあったよってあの読む方に分かりやすく教えてくれて、あの記者の感想を最後に引き付けて、うん、やっぱりこうあるべきだよねみたいな感じで、うん、あ、そうなんだ、そういう考え方もあるんだみたいな感じで読んでいます、うん、それでも5分ぐらいかかるのでね、うん、なんか本読める体になったりですね、あ、でも僕一冊読むのに半年かかりますよ、あ、そうなの、うん、絵描きながら読んでるんで、ダラダラ読んでるんで、僕なんかさっきの超越意識の探訪なんてもうそろそろ帰って4年になるからまだ、そうだね、まだ帰ってるのでいつ帰ってくるのかね、そうだね、私ハマったら早い、1日でハリー・ポッター読んだりする、あ、すごいね、すげえ集中力があるんだね、一番人生で最後まで読んだのはこの道を開くだけです、あとはもう最後まで読めなくて飛び読むのかです、これはすごいです、ですが、あの漫画は割と読むので、漫画の時またね、漫画の時はまた食べになるのかな、だからあの後で夏美さんから、ね、この漫画借りようかなと思って、おすすめ、山下さんのおすすめの人、これ面白い漫画なんか、ですね、ハードボイルド系のブラックラブーンっていう漫画があるんですけど、あのブラックラブーンですね、あのね、で、あの失礼なんですけど、はい、100円コーナーでよく見かけるんで、そうそう、買うなら今ですよ、そうなんですよね、あの、うん、持ってる人が多いから漫画倉庫に並びやすいんですよね、そうそうそう、あとちょっと時代がもう経ってますからね、うん、20周年だったかな、なんかそんな、そうなんですか、面白いやん、まあ、背景もやってることも彼らが言うセリフもなかなかかっこいいですね、うん、もうなんか銃撃ちまくりですよね、そんな感じですね、何人殺してるんだみたいな、ね、あ、もう死ぬ死なねえもんみたい、日常茶飯事ですね、山城さんの言葉にムクさんが興奮したのか、ゆるうさぎお茶出してくれた、お茶出してくれた、ありがとうございます、お茶をかけられるんではないですねそうかそうか、まあ、そんなこんなです、もう残り最後なんですけど、私がね、お勧めするのはね、生きがいの創造っていうね、そうなんですよ、あの飯田文彦さんっていうね、大学の教授が書いた論文が一人歩きして書籍になったんですよ、論文についてはね、PDF でインターネットの環境から見れるので、で論文のタイトルは生きがいの夜明けっていうんですけどね、生きがいの夜明けで検索すると PDF で見れます、なんか人類転生とかね、そうね、そんな感じの流れもあるんだけども、ただね、その見き方とか見方、さっきのね、あの松下幸之助さんのその本にも通ずるものがあって、その中のフレーズとして好きなのは、思い通りにならないからこそ人生には価値があるという言葉です。まあ、これについてはね、語ると長くなるので、もうそろそろ時間が来るので、わーわー言うとね、また時間です。働いてめっちゃ嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、いつ始まった、早いのですね、そうなんですよ、あ、そういうことか、お疲れ様です、どうぞ、気に入ったかり、ここを取ればいいですか、そうです、ね、真ん中にました、はい、